あずき NFT をリリース後、瞬く間にオープンシーンのランキング1位まで押し上げた超やり手の企業、あかつきが、今話題沸騰中のステップンとタッグを組みます。これによって今後、ステップンさらなる加速を生み出す可能性が浮上しました。今流行りのムーブトゥワンでもっともっと稼いでいきたいと思っているあなたはこの動画必ず最後までご覧ください。はいどうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はオープンシーのランキングで堂々の1位を獲得した実績のあるこちら、あずき NFT、 これを世に放ったあかつきという企業が今回正式な子会社を設立してステップに出資することが決定しました。これによってステップのマーケティングまたは NFT などに大きな改革がもたらされる可能性があります。まだまだステップで稼いでいきたい、ステップ参入していきたいと思っているあなたはこの動画ぜひ必ず最後までご覧いただくことをお勧めいたします。このチャンネルでは日々10時間以上かけてリサーチしている仮想通貨の最新情報や知人のオクトレーダーなどから仕入れた激アツな情報など、あなたが仮想通貨で大きな利益を上げていくために欠かせないような情報を発信しています。なので仮想通貨へ利益を上げて自由な生活を送っていきたいと思っているあなたはこのチャンネルのチャンネル登録今のうちに必ずお願いいたします。また僕の公式 LINE の方ではこの YouTube チャンネルでは共有していないようなインサイダー系の情報も発信しています。なのでより深い最新情報を知りたいというあなたはこの動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいて、そちらをですねぜひご活用ください。もし何かわからないことなどあった場合もですね気軽に質問していただければ個別でサポートさせていただきますので、メッセージの方を送ってきてください。それでは本編の方入っていきます。で今回改めて紹介するのはこちら、あずき NFT というこちらですね、オープンシーで今販売されていて過去にランキング1位も獲得した実績のある非常に期待値の高い NFT、 こちらをリリースしていったあかつきという企業がですね今回の話題のメインになってきます。でまず現状のこのあずき NFT の価格見ていくんですが、今のところですねフロアの価格がなんと15イーサほど迎えていて、だいたいですね400万円近いくらいの金額となってます。で現状取引されている NFT もだいたい300万円以上は平気で超えているような金額となっていて、この NFT によって大きな資産築いていった人も中にはいます。でこんな非常に高期待値な NFT を世に生み出していった暁がですね今回あのステップに出資をすることが決定していったっていう内容です。でそれについて記事が出てますのでちょっとそちら見ていきます。はい、それがこちらですね。あかつきが Web3 の25億円ファンド、エムートを発表、ステップなどへ出資といった記事になってます。でこちらかいつまんで読んでいきます。ゲームを中心にエンターテインメント事業を展開するあかつきは5月12日 Web3 領域に特化した25億円のファンド、エムートの設立を伝えている。そして1社あたりの出資額は30万米ドル程度を想定しており、2021年9月の投資活動開始時から約20以上のプロジェクトへの投資を完了しているといったことが書かれています。なのでもうすでに3000万円以上の金額を出資を想定していて、なおかつもう去年の9月あたりからですね20以上のプロジェクトへすでにもう投資を開始しているといったような状況です。そしてこちら主な投資先として NFT スニーカーを購入することで移動で稼げるモデルを提案したゲーミファイのプロジェクトステップなどが含まれる。であとこちらですね、あかつきはこれまでに培ってきたエンターテインメント、特に IP 関連の知見やスタートアップ支援の経験をこの領域の投資に役立てる見込みだ。 M とはこれまであかつきで投資やスポーツ領域の事業を手掛けた、はい、なのでこれによってステップに対してもこのあかつきが持っているですね、例えばエンターテインメント関連やあと IP 関連のノウハウを今後提供できる、そしてさらに資金も出資することによって提供していきますといったような内容です。なのでこれによって今後さらにステップンが大きく成長していく可能性が浮上しています。でそんなステップンのトークンである GMT ですね、そちらのチャートを見ていきます。で直近でですね大きく価格の方下がっていったんですが、このファンダ発表後あたりからですね価格の上昇始まっています。なのでステップンもうそろそろ終わるんじゃないかといった声もちらほら出てきてはいる状況なんですが、あらゆる出資先取り入れたり、さらに今回暁も出資プラスあとはあらゆるノウハウの提供などですね行っていくことによって、例えば今後暁が得意とする NFT の販売だったりですね、そういった面でステップのスニーカーの価格への上昇などへつながっていく、さらにコインの価格上昇へと導いていくようなきっかけにもなっていくんじゃないかなと予想しています。はい、なので今後ステップン、さらに暁、この双方の今後の動向について引き続き注目していく必要があります。でまた今ステップの GMT の価格大きく下がっている状況なので、買い増しだったり参入検討されている方は今非常にチャンスなんじゃないかなといった状況でもあります。
まあ、なのであくまで自己責任ではあるんですが、今非常に価格も下がっていて購入しやすい状況を迎えてますので、まあ、今後の展開予測していくらか保有しておくっていう手もありなんじゃないかなと考えてます。それでは今回はオープンシーでランキング1を獲得した実績のあるこちら小豆 NFT を輩出した暁という企業ですね、こちらがステップに出資をしていきますよという内容を解説していきました。はい。なのでもしこれを機にステップ始められるっていう方や、あとは GMT 購入されるっていう方でやり方わからないとか購入の仕方わからないという場合は、この動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいて、そちらから気軽にご質問ください。でまたこのチャンネルでは引き続きステップ、あとはこの暁などのですね最新の動向など動画で共有していきますので、もしですね今後ステップで大きな利益などを狙っているあなたは、最新の情報を見逃さないためにもこのチャンネルのチャンネル登録と、あとベルマークの設定をお願いいたします。でもしこの動画役に立ったよって思っていただけた方はですね、高評価、あとはコメントの方もぜひお願いいたします。それでは今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。